なかなか耳が早いな。俺の情報は教会のデータベース内で上級機密に分類されてるんじゃないのか。そのレベルの情報を得るためにお前はさぞかし苦労したことだろう。そうか。じゃあ俺も偶然通りかかって偶然お前を車に乗せたい気分になったんじゃないか。お前、見たところ俺と芝居をするのに慣れてきたな。だが残念ながら今回の誕生日パーティーの招待状は一通しかない。どうした、そんなに俺と一緒に来たいか。なら今回はお前の望み通りになるかもしれない。着いたぞ。一つだけで足りると思うか。 N109 区の倉庫に置いてあるのは最新式の武器だな。ここのは全部骨董品だ。見つかっても問題ない。こういう武器庫はあと十数箇所ある。世界各地にな。興味あるなら今度案内してやってもいいぜ。だがお前はもう慣れてきてるようだ。確かに俺は王位継承者の誕生日プレゼントを選びに来た。どうやらお前が偶然耳にしたのは誕生日パーティーのことだけじゃないようだな。まさかハンターのジョーちゃんがこんな些細なことで裏サイトに手を出すとはな。裏サイトに出回ってる情報を俺が知らないと思うのか。あの島付近の航路は俺にとって重要なんだ。万が一のことがあったらお前の生活を邪魔する者がいなくなるぜ。それとも俺の心配をしてくれてるのか。じゃあ賭けをしよう。俺が無事に帰ってきたらその後はお前の前から姿を消す。二度とお前の生活の邪魔はしない。もし帰ってこなかったらそれもまたお前の望み通りだ。どうだ。会うのはこれで最後かもしれないな、ハンターのジョーちゃん。
これがいい。お前の銃で奴にとっておきのプレゼントを送ってやる。速報です。トゥーラ島で爆発が発生しました。原因は不明。救助隊は1時間後に到着するとのこと。どうしたの？ここのとこ魂が抜けたみたいになってるけど。それはもちろん。ただその人の邪魔が嫌じゃない場合は別。もしそうならその人が消えたら落ち込むんじゃないかな。お前自ら契約を破ったということでいいか？俺は賭けに負けたことを認めてるんだ。消えると言ったからには完全に消える。未練がましいことはできない。ただの冗談だったのか。そう言うなら本気にするぞ。俺に向かってダメと言ったのはお前が初めてだ。お前の銃のおかげで助かった。例にお前のダメを全部受け入れてやる。今回はお前が俺のところに走ってきたんだ。俺がお前の生活を邪魔したことにはならないよな。